本日はドラディション後楽園大会ご来場並びにご視聴くださいまして誠にありがとうございます。ありがとうございました。はい、でなんで俺なんでしょうね、これ。いや、わかんないですね。まあ、あのさっき自分ちらっと聞いたのは、はい、一応自分たちドラゴンファミリーですよ。あ、そういうこと。あ、そういうことです。それもあの全部これ素晴らしい団体でございます。また機会があったらぜひ。はい、お願いしますね。さっきなんかリング上で調整した時に、あの田中さんがなんか新日本上がればみたいな、すごいなんか雑なことを言ってきたんですけど。あ、でも今雑に投げてる最中なんで。そこにでも。そういうことですか。乗っかるべきじゃないですか、これ。はい、で、なんか棚橋さんってあのそこら辺あの藤波サイズムであの投げっぱなしで、あるって言ったから、その投げっぱなしにさせないんで、あ、本当にお願いいたします。はい、ぜひぜひ。はい。なんか聞きたいことってございますか。はい。はい、50周年の大会でしたけど、雰囲気はどうですか。会場の雰囲気ですか。まあ一元さんばっかりでね、やりやすい、やりやすい、やりやすかったっすね。ヤジ飛ばさないから、あら探して見なくて楽しんでるから、お客が。あ、いいっすね。俺は一元さんのいいとこっすよ。全員が分かんないですよね、こんな格好じゃね。あっちもあっちもなんか綺麗な色にしないとね。そうですね。次から気をつけます。はい、すいませんでした。楽しかったっすね。はい、本当っすね。まあ楽しむのが一番なんで、はい、これからもよろしくお願いいたします。どうも。はい、ありがとうございました。